アイテム番号。SCP-56。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-56 は彼の望んだ部屋に、必要とする家具を何でも用意した状態で置かなければなりません。レベル1以上の職員は SCP-56 といつでも接触することができますが、接触時間は2時間以内に限られます。SCP-56 は最低でも3人の警備スタッフによって、4時間ごとにシフトを組んで警護されなくてはなりません。各護衛はそれぞれ非致傷型の麻酔ピストルで武装し、最低でも1500マイクロリットル以上のシクロピロロン系麻酔薬を込めた弾丸を装填していなくてはなりません。SCP-56 と長時間接触を続けたことによって異常が生じた職員並びにスタッフは、身体検査及びサイト、データ削除済み、への配置転換を命じられます。SCP-56 は望む物品を手に入れることができますが、武器、通信機器、インターネットへ接続可能な機器、他の SCP は例外とします。SCP-56 は研究区画を望むように行き来させて構いませんが、出口のあるフロアへの侵入は決して許可しないでください。緊急時ないし SCP-56 が暴力的になった時には、可能であれば鎮静させ、部屋に収容してください。職員は SCP-56 に危害を加えようとしてはいけません。ホイ2、B を参照。説明。SCP-56 は周囲の環境、特に生命体や知覚力を持つ存在に反応して様々な大きさ、性別、外見に変化する人間です。SCP-56 がよく取る形態は、20代半ばのハンサムで、SCP-56 を護衛している職員とよく似た服装をまとうものです。ただし、服装はより質が良く、高級なものです。しかし、他にも以下のような形態を取った記録があります。大きく、毛並みの良いラブラドールレトリーバー。博士の犬に接触した時。若い女性スタッフのグループのそばを通り過ぎた時には、有名な女優スカーレット・ヨハンセンによく似た外見の女性に変化しました。様々な研究者と話し合っていた時には、SCP-56 は白衣を着た女医に姿を変えました。IQ テストを受けるよう要求されると、SCP-56 は研究者たちよりも30近く高いスコアを叩き出しました。セクター内のジムでは、ベンチプレスで 250kg を2回上げられる男性のボディビルダーに変化しました。この記録は、最も力の強い警備担当者の記録を 30kg ほど上回るものでした。非常に高級な作りのカウチ、被検体の部屋に単独で置かれた時、これらの変化はその場にいる人間たちが被検体に注意を向けていない間に行われ、即座に新しい物品や人間となって現れます。こうした変化を記録しようとする試みは、録画したテープや映像入力が、同様の瞬時に起きる変化に惑わされてしまうため、無意味だと判明しています。SCP-56 が何の道具や武器も持っていないと明らかであるにもかかわらず、服装もまたこの時に変化します。SCP-56 の本当の姿を見ることは原理的に不可能です。空のコンクリートでできた空洞に SCP-56 を収め、閉鎖したループ録画のビデオ設備の元に置くと、SCP-56 はより高級なカメラに変化し、カメラによって観察されていることを知っているとアピールしました。さらなる SCP-56 の本当の姿を明らかにしようとする試みの後に、SCP-56 は単独でいるときは体温や心拍や、重量といった生命の兆候を一切示さないことが明らかになりました。研究者たちは、SCP-56 は何らかの観察下に置かれなければ存在できないと確信しています。被検体と接触する職員は、しばしばある種の、羨望、や、不快感、を感じつつも、SCP-56 に対して、ネガティブ、ポジティブ両面において非常に強い感情を覚える傾向があります。どういった感情を覚えるかは、職員の人格タイプによって決定されます。警護スタッフはしばしば、SCP-56 自体や、その今取っている形状を嫌いつつも、被検体の命令には服従したくなることがあると報告します。一方で、SCP-56 に長時間接触している研究者は、しばしば被検体と口論し、あるいは侮辱し、結果として被検体に恥じらう研究者が追い出されるということが起こります。SCP-56 は極めて会話がうまく、いかなる言語や、非言語的な手段によっても非常に円滑なコミュニケーションを取ることができ、また暗号学者や趣味の研究者によって生み出されたものを含む200以上の方言を流暢に操ります。
SCP-56 は頻繁に周囲のスタッフに対して軽蔑をあらわにしますが、一方で仕立てに出て要求されたことについては、要求されたことは何でも実行します。SCP-56 は雑誌や、ファッションや、自動車や、理論科学、スポーツなど様々な分野に興味を示し、いかなるトピックにおいても、大抵は現在会話している人間をはるかに上回る知識量と理解を披露します。SCP-56 との長期間の会話を終えた職員は大抵怒るか、失望するか、嫌悪をあらわにしますが、可能ならもう一度対話を持とうとします。他の SCP について質問されると、SCP-56 は恐怖と、しばしば憎悪をあらわにし、政府に分類されている SCP についてすら言及を拒否します。追記。被検体は服飾デザイン会社、削除済み、で働いているところを発見された。初見に際して、異常な数の殺人や自殺、精神異常が SCP-56 の周囲で働いていたモデルたちに起きていました。クラス E の職員が SCP-56 を交流しようと試みた時には、SCP-56 はそのあまりに変わり映えしない光景によって激怒し、削除済み、のように見える形態へと変化。17人のエージェントと10人の市民を死亡させました。本事件は、精神病に悩まされていた職員の一人が銃器を使用し、他の職員を攻撃したという形で処理されました。ホイ1、レベル4以上のクリアランスを持つ職員の身分書、956-0を参照可能。文書、956-0、SCP-56 との初遭遇時における音声記録。エージェント、おい、聞いてくれ、お前が何かは知らないがお前を殺人の罪で逮捕する。SCP-56、嫌だ、向こうへ行け。カチカチ言おうと、エージェントが武器を抜く。エージェント、我々と一緒に来てもらう。SCP-56、お前は本当はそんなことはしたくないんじゃないか、ちんけなやつめ。驚いたようなざわめき、記録者のものか。エージェント、クソ、あれはまるで、データ削除済み。銃声、叫び声。ホイ2、A、文書、956、1を参照。文書、956、1、SCP-56 の振る舞いに関する試験。実験の手続き、データ削除済み。ホイ2、B、結果。ナイフで武装したクラス D の職員1名と、被検体を害すること。被検体は引き締まった健康そうなおよそ20代の男性の姿を撮って出現。被検体は進み出て職員を武装解除し、後に殺害。上等なワインを持ったクラス D の女性職員1名と、被検体に贈り物をすること。被検体は美しい女性の姿を撮って出現。贈り物のワインを受け取り、味わった後、職員の顔に吐きかけて立ち去る。男女1名ずつのクラス D 職員、蛍光品なし、糸なし。被検体は束松丈のいいビジネススーツを着た美女の姿を撮って出現。両職員を試験した松、解放。10名のクラス D 職員、全員男性、蛍光品なし、糸なし。被検体はロープデコルテを着た美女として出現。およそ10分後、すべての職員が苛立ちの兆候を示し、さらに5分後には殴り合いに発展。被検体は7分間これを観察した末に職員たちを解放。レベル4の女性職員1名、施設内で最も良い外見の持ち主に選ばれている。蛍光品なし、糸なし。被験者は非常に高級な服を着た女性として出現、広範な語彙と管理能力に対する理解を披露。職員が激怒して部屋を後にするまで、9分間にわたって会話を継続。データ削除済み。ホイ3、キニース博士の記録から。私は最近、護衛が SCP-56 に対して無線接続のコンピュータの使用を許可したという報告を受けた。しばらく後、被検体は組織に関する要注意情報を漏洩しようとしているところを発見され、鎮静させられた。この出来事について56に質問したところ、被検体は、我々が、被検体の理解についていける集団は用意することができず、また、被検体の輪郭を知るために世界そのものが必要になる、と述べた。私はこれ以上の対話を拒否したが、さらなる発見がなされるまでは、被検体に通信機器を与えることは禁止すべきだ。以上。